はい、今回はね、左フックがうまく打てないとき、これについてね、話してみたいと思います。左フックうまく打てないときね、私もよく思うんですけれども、下半身、よくね、上半、特に男性のあなたね、男性のあなたは、特に腕力が強いんでね、腕力だけで、左フックに限らずだけれども、腕力だけでもう、みたいなね、感じで、打ってしまいがち。特にしかも左フックっていうのは力が、ね、入るので、特に腕力だけで打ってしまうとかいうね、ことがあります。で、腕力だけで打って、それでいけるボクサーもいます。いるから別に悪くはないんだけれども、できないボクサーね、それに打ってしまうがために力入ってね、打ってしまうがために状態が、バランスが崩れるわけで、バランスがね、もう打ってしまう、もう重心がもう前につんのめたりとか、そうしちゃうと次のパンチが打てないし、相手のパンチの、反撃を食らったりとかするわけなんですね。しやすいわけだから、重心しっかりね、まずその基本を思い出してね、しっかりね、重心真ん中に置いて、下半身で打つような、下半身、膝、腰、肩回転して、下半身で、上半身で力抜いて、下半身で打つイメージ、しっかりくるっとね、ちょっと長島風だったけどね、今ね、下半身しっかり下半身を効かせて、要は上体をこう、例えばこうつんのめったりとかね、立ちながらフックが寄るとか、バランス、極端な例だけれども、上体が上がり気味、その中でフック打っちゃうと、それは当然バランス崩れるし、少し重心を落として下半身で打つのと、下半身から回してしっかり打つんだと意識すると、自分のバランスが取れたりとか、あと足の位置、こうなってないかとか、まっすぐになってるとか、初心者のあなたは、ね、特にね、慣れてくるかな、熱中するとこういうふうにね、足の位置がまっすぐになったりとかして、これでフック打ってないかと。だからちゃんと足の位置しっかりね、意識して、このスタンスでしっかり肩幅に置いて、動いているのかとか、しっかり意識して動く足のスタンスねとかね、下半身を意識して、下半身から回して打っていく、そこをねちょっと意識してみてください。パンチの角度とかそういうものはね、すぐ分かると思うし、バランスの取り方、重心の取り方がなかなかね、初心者のあなたはできないと思います。しっかり下半身回して打つというのを意識すれば次のパンチ、もしくは左フックか左アッパーとか、こう回転効かせ、いろいろこう、打てるのね、打ちやすくなってくるので、下半身を意識イコールロードバック、下半身のね強化、これできないということもありますからね、これもまたね再度意識する、日頃のロードワークとかね、下半身強化だから、スポーツ、ボクシングもそうだけども、なぜやっぱ下半身じゃない大事なんですね。だって下半身動いて、これでグラグラと何もできないから、本当にで速いフットワークとかいろいろあるけれども、それも結局はそういう技術の、センスがある人もいるけれども、その速いフットワークも持続できるためには下半身がねできないと持続できないと。だそういうふうにね、下半身もまたこの機会にまたおさらいをしておきつつ、パンチも下半身で打つというふうに意識してみてください。はい、じゃあね、今日はこの辺で終わります。もしね、質問がある方、今すぐね、コメント欄に書き込んでください。コメントに対して動画で、回答していきます。で、この YouTube チャンネル、無料登録います。今すぐね、チャンネル登録ボタンを押して登録してください。そうすると最新のね、ボクシング情報の方をいち早く見て楽しむことができます。もし直接ボクシングね、習いたい方、今すぐね、下のお問い合わせフォームから、ボクシングセミナー、詳細希望で今すぐメッセージを送ってください。じゃあまた次回お会いしましょう。さよなら。